役に立ないマーケティングラジオプロデューサーのマジーです。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております。マークです。よろしくお願いいたします。はい、始まりました。役に立ないマーケティングラジオ。はい、どうですかマークさん、これまさかの YouTube 配信をしますけど。<laughs> <laughs> 解説しましたね。<laughs> なんならインスタより、インスタより早く YouTube になってしまいましたね。楽したい派やからね、我々。 ね、だから楽,楽できる方法を考えた結果。楽できるマーケティングラジオっていう。<laughs> く配信するんやったらライブ配信やろうと思ったけど、ライブ配信がまださっき設定終わったからあの間に合わなくて、はい、今に至ります。はい。ことらしい,いで、はいえ。YouTube はもうこれ上がってるんでしたっけ ?YouTube は上,上がってるんですよ。はい。ということで YouTube のチャンネルの皆さん。 こんにちは誰もき、だ目標は、<laughs> あの、登録者数50人やから。素晴らしいですね。素晴らしい。で、毎回毎回再生数1とか2とか回っていくやつだな。そう。だって、1時間、1>, <laughs> 1時間以上の YouTube しかも音声きた、ね、<え>んやろ、誰も。うん、一応、一応だから絵はあるわけでしょ。今日は音声だけなんだっけいや、もう、この絵も、このおっさんかただ喋ってるっていうのを。俺がピースピースしてる絵じゃん。おっさん2人じ子も出す。っていう。 らい,いらないやつね。いらないやつ。じゃあちょっと今週、はい、あの、まあ、ポッドキャストの人はね、引き続きよろしくお願いしますということで、はい、じゃあ今週一発目の一発、ね、いきましょうか。います、ね。じゃあこちらですね、一発目。はい。見えてます<笑><笑>いいね。YouTube は絵が見えますね。はい。じゃあいきますよ。じゃあボイシーの方収録していきまーす。はーい。3、2、1。 役に立てないマーケティングラジオプロデューサーのマジーです。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております。マークです。よろしく,しろしくお願いいたします。お願いいたします。週が明けました。今週も始まりましたね、マクタークさん。はい、どう元気元気にしてます。味にね、あのボイシーもね、聞いてくれてたんですよ、先週。先週そう、休みが結構いっぱいあって。うん、そうね。<あ>連休でし,ううでしたからね。<laughs> そそうう3日やったから、うん、ちょっとどうかなと思ったんですけど、うん、意外や意外、ちょっとあの40人ぐらいを多分平均して聞いてくれててららら結構ね、祝日はどうしてもこう移動が少なくなっちゃうのもあって聞かれにくいっていうのね、あるんですけれども。で、半年ぶりぐらいにさ、あのデータを見たのよ。うん、もっと見ろやって話じなんけど、マーケットやねんから。 <laughs> 過去にどういうふうに聞かれてるかってうね。じゃあね、N スクって数えると140人ぐらい習慣で聞いてるらしくて。おお、ユニークな方がそんなにもね、いらっしゃるんですね。ありがとう。なんでと思ったんで。なんでじゃなくて、ありがとう。も頑張っていきたいんですけど、物申したいなと思って、行って、どうしたんですかコメントがない。<laughs> 人気パーソナリティは基本的にコメントがあるはずなのに、コメントがないから、われわれはまた <laughs> 人気じゃないっていう証拠はなまだ足らんねん。聞き流されてるだけやから、ぜひね、ちょっと。聞いてくれてるだけで俺、ありがたいと思うよ。確かに。まあ、いいよね、押してくれてるからいいんだけど、やっぱね、聞き流されてるだけじゃなくて、ちょっとやっぱりマーケティングのね、コメントみたいな、この話してみたいなのがあると、我々ちょっとテンション上がるんでね、ぜひお願いしたいなと。ちなみに、あのこの間なんか、この間ね、その VC じゃないところで、直接、 聞いてますよって声をかけていただいてコメントね<う>何したらいいかちょっとよくわかんないんですって口頭で言われた確かに俺も言われたら何 <laughs> てコメントしていいか分からへんもんなかっ <laughs> 頑張れっていうなんかそんなレベルやからだけど結構毎日聞いてくださってるみたいで職場とその家の往復の時に必ず聞く,聞くらしいです 聞いてくださってるらしくて、ね、これがないとむしろ気持ち悪いってなんかおっしゃってて、毎日毎日習慣化してますってなんかおっしゃってました。いつも聞いてくださっててありがとうございます。多分これはね、あこんあのね本人だけは、あ俺のこと言ってるわーって多分ね、分かってらっしゃるんで。いい,ね、いいね。ありがとうございます、はいつも。ということで、今日のニュースいきたいと思います、はい。今日のニュースいきましょう。はい、マークさんお願いします、はいえー、今日のニュースはですね、えーと、メディアイノベーションさんの アマゾンオーディブル、文化放送、日本放送と連携し、ポッドキャストを拡充という、まあ、こういうニュースでございます。まあ、あの、微たびたびね、あの、中でも、音声マーケットの話とかって結構、周期的に取り上げたりするんですけれども、うん、今日はそんな中でね、うん、あの、アマゾンオーディブ、オーディオブックって、あの、オーディブルって、あの、あると思うんですけど、 あのうん、うん、本をそのままの読み聞かせしてくれるやつね、こ、うん、れがあの文化放送とか日本放送って、まあ、いわゆるラジオ局と連携して、ポッドキャストをていいやこういうニュースでございます。なはい、いやいや、来たなって感じですね、もともとどちらかというと、文化放送とか日本放送って、うん、そのラジオをでポッドキャストに配信するって結構してるんですよ。 例えばオールナイトニッポンみたいなとか、うん、いくつかの,中がなんててのアニメ系のみたいなところもあるんですけど、それがですね、s、まあ、ポティファイさんとか、うん、あアップルとかは、まあ、結構お金出して,てやってたんですけど、アマゾンも、まあ、いよいよバーンって来たと。そうですね。アマゾンさんはやっぱ声音声の方にもすごいなんかちゅずっと注力してらっしゃって、オーディブル自体は2015年から サービスにしてるわけですけども、なんかなで6年ぐらいやってらっしゃるんですよね、これね。うんうん、いやー、これはね、逆にこのラジオが生きてくるよね、その文化保存と日本放送に関しては、うんうん、そこからの収益っていうのが考えられるから、制作コストみたいなのもの、ねね、そうですよね。プラットフォームが増えるっていう意味においては、うん、あの聞いてくださる方がこう増えていくっていうところもあるでしょうしね。 お互いにとってもメリットはあるんだと思いますけど、アマゾンプライムみたいな感じになっていくだろうから、はい,今度はいやでもさ、ーー音声さ、根強いよね、でも、廃れないよねううのうのい。ギリギリのところでずっと一定割で、しっかりとニーズをこう保ってるっていうのはすごいなとうそう。なんか、まあ金婚後、に西野さんが言ったけど、土地って言ってるからね、音声は土地だ、うん 基本体制の土地だっていうふうに言ってるんで、うん、まあその土地は早いもん勝ちやから、まあ、ラジオでね、相当な数説を取ってるけど、まあ、その若い人向けにはもっとインターネットラジオはいけるよってことで、まあ、オーディブルもなんかそういうところを狙ってるっていう面を取りに来てるじゃないですか、うん、ポッドキャスト配信するっていうところでいくと。どうんでしょう、今あの、ボイシー聞いてらっしゃる方、結構いいね、 あのいらっしゃると思うんです、まあ、別にうちのチャンネルだけじゃなくてあの他にも。うちのチャンネルだけを聞いてるさんって言いいからそうそうそう。でも他のチャンネルでもほら聞いてる人結構いらっしゃると思うんだけど、ラジオも聞いてますって人ってどれぐらいいらっしゃるんだろうね。<coughs> ここはちょっとなんかアンケートで、アンケートじゃないけど、もしあれだったらコメントいただけたら嬉しいですけど、ラジオも聞いてるよっていう。ね、内部のね、データね、なんか1回ぐらい取ったような気がするんやけど、うん、つまりだから、ある音,音声が好きってことは、 他の音声も好きっていうのが結構まあ成り立つは成り立つじゃないうん、うん、そ,そこってどうなんだろうなと思った質問でしたけどね。僕が行った時に立ち上げたそのクリエイターズラボっていうその音声の番組を作るラボなんですけど、ここの人たちは結構ラジオが好きな人たちでしたね。うん、そもそもそのボイシーが好きっていうのもあるんですけど、ボイシー好きなきっかけみたいな音声コンテンツを聞くからとか、まあ、それは<え>学生時代とか。 にいいてるてるとかいうのがあってで結構日本人ってその音声コンテンツに対してはと崖みたいなのが発生するっていうふうに言われていて、うん、やっぱその大学生とかから社会人になるタイミングで音楽も音声も卒業するんですよ。で30代後半ぐらいに帰ってくるっていうふうに言われてるんですよね。ああなるほどね。だから1回,1回違うとこ行っちゃうんや。<laughs> だけどあれが懐かしいっつってまた帰ってくるんや。 そうだから日本は夏メロが流行るんですよね、定期的に。その人口の波が来た瞬間にっていう。ここがね、そのラ,ラジオを聞いてたとかっていうのが、まあ、その時に聞いてた人たちが今だったらなんかこう大御所になっていくみたいなとこも、なんかいろいろとあるとか言っインターネットラジオの場合はまた変わってくるんだろうなとは思いますけどい <laughs> <laughs> で,でもなんかたびたびほらなんかねあのー、音声メディアのことを取り上げるわけですけれども、うん、まあでも意外と聴いてる人も多いんでしょうね。いやなんか音楽だけじゃなくて、ね、ボイシー音声含めんですようんでこれがなんか多い少ないっていうと結構なんか指標としては分かりづらいですけど。 まあそれでも登録者数でいくと結構すごいなっていうのがあって、うん、まあ僕らはあの450人も500人も見たないなんで足の端の端にいるような <laughs> いやでも,それでもそれだけの人がさ登録してくださってるのはありがたいよねしかもなんかちょっとずつずっとやっぱ増え続けてるっていうのもあって <laughs> ボイスがね成長してるから徐々に徐々に増えてるんですけど、うん、ありがたいだから<の>それをマーケティングにどう生かすのかっていう ことでしょう、ね、だから、ラジオ局自体のマーケティングとしては、本当に完全に、なんだろうな、面を取りに来てるかなと思うんですよね、アマゾンていうところで。うん、で、アマゾン側はコンテンツを取りに行ってるから、うん、まあ割と本当にウィンウィンになるんだろうという形なんですけど、はい、ここでこう脅威となるものはどういうところですかね、マークさん。うん、まあ、でもコンテンツ箇所、その時間をだからどこに使うかって ってこととじゃないのの結局ラジオも結局これインターネットラジオとかもやってるわけじゃん。だから純粋なラジオだけではなくさ、うん、結局のところこう顔出し,し,し,しされてるようなさ AM ラジオとかもそれたくさんあるわけですけどかだからそうやってもはやラジオじゃなくて映像コンテンツとちょっと競合しちゃってるところもあるしそれが、まあ、実際 YouTube にもね上がってることもいっぱいあるわけですけよ、ね、オールナイトニッポン」なんかも、ね、公開放送とかもそうですけど合っ,、うん、ってるから。 やっぱりだから敵はそういう YouTube とかネットフリックスみたいな、ああいういわゆる映像メディアとの娯楽との競合になるのかなとはちょっと思いますそ、ね、競合になってくると結構厳しいですよね。うん。あ純粋音声っていうのもあるんだろうけどね。まあ、目使わないっていうのもあるだろうけど、目使わなかったらその目どこに行ってるんやって言ったら通勤通学やったと思うんですけど、通勤通学はまあ、ほとんどね、こういうのを聞く人たちはなくなってるんじゃないかなと思うから。 な、まあ、なかなか学び、ね、うん。ということで、今週一発目のニュースは、音声メディアのお話でございました。はーい、ありがとうございます。はい、また明日。今週も頑張っていきました。あ、マークさん、ちょっと待って。何<に>我々ライブ配信するちゃうの、今週末。やりますよ。告知出すんですかおいし告知していきましょう。もう終わったんじゃないおいしい。え今 <laughs> だやってるよ。<laughs> あはい、いはライブ配信、どっかでやる予定なんで、あれ10分じゃなかった聞いといてもらえればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。告知していきますからね。<ー>9月1日です。じゃあちゃんと告知していきましょう。そのための YouTube <ー>チャンネルなんで、バイバーイ。あーそもそも YouTube チャンネル解説したってボイシーで言ってないで、ね。確かに。<laughs> だから、なんか次の火曜日の回で言おうかなと思って、実はこっそり昨日からやってましたみたいな。<laughs> <laughs> そうだね確かに言うの忘れてたな。オーディブルさいい入り口は。入り口はそれでいいんですよ。オーディブル使ってる全然使ってない。こういう勉強はせえへんの自分で読んじゃうもん。<laughs> 早い、早いか。いちいちいちなんか読み上げとかもどうでもいいんでも。自分でバーって速読法をマスターしてるからさっさと読んじゃうもん。出た、速読。 まあ配信設定してんちょっと思っていいよ、ね、ま配信設定するのも配信するっていうね。<laughs> うゆるすぎるやろ <laughs> <laughs> ポッドキャストでね <laughs> ポッドキャストは youtube にも配信するっああ確かに youtube もです。ポッドキャストもさだってなもう全部裏も何もないもんな,な<い>こういうなんかあ全部。 あ、そっか、YouTube でうの忘れてたわ、みたいな話も全部公開してるからな。全部入れてる。<laughs> たまに、ポッドキャストがこれ、回ってることを忘れてるタイミングがあるからな。<laughs> マークさん、画面共有する <laughs> え何画面共有。あ、以後のやつうん。やりましょうか。今度さ、なんか、なんか、パワーポイントとかも共有すればいいだけやんな、セミナーと言うて。あ、でも確かにさ、なんか、ちょろっとそういうのがあってもいいかもしれないね。はい このよ日曜日の夜に置いてあるかどうかって分からんけど、別に。いや、だからもう、あんまりこう準備、まあ、出せるものは多いんだけどね。だからちょっと待ってね、開けますからとか言って、俺の <laughs>、ダラダラダラ。画面をだらだらだらと共有するのもどうなのかっていうのもあるええーと、ちょっと待って。囲碁、囲碁。囲碁、囲碁、ちょっと待って。画面開いたら始めようかな。囲碁、囲碁、囲碁。多分ね、みんな猫が気になると思うんだよな。これ動いてるやつやろ これなんかさ、あ,<の>あのよく言われるのよ。あの、ポッドキャストの方はちょっとよくわかんないかもしれませんけど、あの、僕のズームのね、画面の背景がね、動いてるんですよ。で、それが猫が動いてるんですよ、ずっと。いいよなっていうのもありですね。画面共有。えーまあ、元気にやっていきましょうということで。YouTube をね、ぜひ見ていただけたらいいのかもしれませんけど。いや、別に YouTube では YouTube の人を集めればいいだけだから。 プラットフォームは移行させるつもりはさらさらない。<laughs> いつも、そうそう、だから、ポッドキャストはポッドキャストで言うんだけどさ、だから、こう、ボイシーがこのポッドキャストも聞いてくださいってなってポッドキャストに今度 YouTube を見てくださいって。ややで,でも、うん、話してる内容はみんな同じっていうね。いいややこしいか <laughs> 聞きやすいの聞けばいいいいよ、いいよ、いいましょう,いいきましょうはい、いきます。はい、3、2、3。 いやみないマーケティングラジオプロデューサーのマジーです。皆さんこんにちは。マーケティングを教えておりますマークです。よろしくお願いいたします。昨日の最後にさ、あの適当な感じで告知した <laughs>、ね、ライブ配信。それそれそれあのさなんか多分ね聞いた人ねえって思った人いるかもしれませんけど、昨日の回でマジーがねそろっと YouTube のチャンネル開設してみたいなことねポロっと言ったんですけど、うん、でちょっとね昨日告知し忘れたんですけど。 YouTube の、ね、チャンネルをなんと解説いたしました、はい。おめでとうございます。1周年,ー1周年なんで進出。<laughs> これだけ,やけ。ということで、プラットフォームとしては、ボイシーと、ポッドキャストと, you と、YouTube と、スあポティファイもなんか出てなかった。<laughs> いや、ポッドキャストは暗開やから、全部出る。ああ、そういうことか、そういうことか。だから、ポッドキャストってうう言ってみにてるんやけど。なるほどね。 ということでございまして、3つ目のプラットフォームがなんとできましたということで、YouTube はねなんとね、画像付きです。っていうか動画付きです。うで我らがそうニュースを読んで、そのニュースも出してます。おっさんが深夜、日曜日の深夜にもうゆ、だるだる、だるだるの格好でいる、我々が。 うということでね、まあ、まあもしよければですけれども、ぜひぜひ見てくださいということで、はいはい、じゃあ、今週のニュースいきましょうか。はい、え今週はですね、<laughs> これ、ちょっとネタみたいなニュースなんだけど、負けたはい、以後の対局中に抜き打ち身体検査は初めて実施と、スマホ所持は反則負け、AI を用いた不正防止というニュースなんですよ、これ。 最後が人工知能系のニュースなんだけど、これ、どういうことかというと、囲碁、うん、の試合あるじゃないですか、まあ、こうや対面に座って、まあ、白と黒のね、石をこう打つわけですけれども、その時にですね、なんとあの電子機器をね、スマホとかみたいな電子機器を所有して、うん、AI の力で、なんかこうカンペンみたいな感じでカンニングしとるやつを防止しようっていう、そういう話らしいんですね。これはさ、うんなんか そんなにいっぱいいたんやなんか今回は8曲、うん、っていうかまあ 8, 8, 8回戦って言った方がいいのかな8曲のうちの16人の騎士ね遠い面に二人一人一人いらっしゃるから16人の騎士、うん、抜き打ち検査を受けまして一人もいなかったともうす、んうんうん、らしいねすば <laughs> らしかったね、うん、いや俺よくよく思ったらだよ囲碁ってさ 本当になんかその盤を前にして、もうめちゃくちゃ近い距離でさ、うん、対局するやん。でさ、うん、そこでスマホ使ってたらさ、あれなんか、わかるやろわかるやろっていう。なんかそれがえこ、そこまでなんかそのするみたいな、なんかお話です <laughs> せ。なんかさ、Google グラスみたいなすごい発達したらさ、その、うん、目の、なんていうの、ガラスのところにさ、 情報がさ出てきたりとかすることもまああるかもしれない。AR, AR としてどこに置けばいいいいみたいなそうそう,いう機能やろだけどスマホってさ <laughs> ズボンのポケットやカバンなどを確認した時にさ何も盤面とかさ打ち込めないのにさのどうやって入力するのみたいな。 なる問題定義をしたところが多分結構問題だと思ってて、うん、そ,そもそも不正してたのかなっていうの気になるよねさ,さっきマークーの一っさそうだからな何らかの不正があったからこういうことをやったのか,れたからそれかただ単にいや AI っていうのはなんかもうすごいもんやからなんかこう、ね、俺読み上げてくれたりとかしはるやんかまあね何6何とかさ<の>盤面の位置をさあの声を聞いて ももしかししかかたら自動入力あるんかもしれない,いなししよく分かってないおじいちゃんが <laughs> こういうのを不正防止だとかっ,って言ってるのかもしい。だからその AI さ、うん、あのこの日本金院とかで言われてる、うん、頑張ってるね人たち、うん、まあ、うん、僕の知識ってあの光の号ぐらいしかないんだけども、その人たちがこうね本因坊戦とかそういうふうになってきた時に、うん、それに勝てる AI ってワトソンとかそういうレベルだからさ。うん 何やったっけ ?Google のアルファ5か。昔やったら。うん、ああいうのさ、あんなやつ使えへんやん。スマホで。性能もよくないしな。<あ>まだね。だから、どういうことなんていうのは。か,わからないんで。うん、リモートデスクトップしてるかもしれへんやんかーって言ってるかもしれん。<laughs> ものすごい並列でパソコンつないで。<laughs> だからパソコンからリモートデスクトップして、だから、ね、画面だけをなんかリモートで送られてくるみたいな。うん <laughs> <laughs> だからそうすると、リモートデスクトップの人がを操作する人は先にいるわけやん、言ってみたらさ。いるなこっち側がいわゆるリモートデスクトップ画面のさ、画面だけを共有ければいいだけだから、うん、そういうので不正してないっていうのを思ってるのかもしれない。AI はどういただから、そのリモートデスクトップの先の方のパソコンでは、ゴリゴリの AI を動かして、ゴリゴリ第三者が自分の盤面をちゃんと上から俯瞰してみて、入力してくれていて、そうすると手元に。 ゴリゴリの AI どうやって手に入れるんやろな。でもそういうソフトあるやん、その、最近だと、あのー、将棋のもそうなんだけど、基本的には対局とかって AI で対局したりして練習してる,ててる。そう,そ,うそう、戦うでしょで,でも戦うけどさ、うん、その、この日本棋院にいるような人たちには、多分まだ勝てないと思うんだよね。うん うんそ,うだそこまで,で優秀な AI ではないさ、ね、そ,うそ,うそ,うそう。そそそそそううううう。でも結構 AI もさ、たよくあるじゃん。人間とさ、AI の戦いみたいなのがあって。チェスはもう AI が勝ったんかな。チェスは買っちゃう。で、将棋はギリまだに人間が勝ってるんだよね。うん、あ、そうなんだっけなんか俺全部分かってる。以降は,はどうなんやろうな、以降は,はね。アルファ5はあったんじゃないのアルファ5。ね、もう勝ったんかな本当に。 ギリギリ将棋がまだ勝ててるらしいね。これが普及体にあるとは思いながら、こ,この、このなんかさ、予 <laughs> 負けにすんない,いけどさ、まずそもそもそれで勝てへんと思うねんけどな。<laughs> お前見たないみたいなね。その場ですぐバレちゃうみたいな。あのよく NHK のさ、うん、番組とかでさ、やってはるやんか。あの、うん、将棋の番組とかがあってさ、対、うん、局、うん、テレビ中継やるけどさ、あれとかでさ、 ちっちゃい時代見てたらさ <laughs>、<laughs> <laughs> おいーみたいな <laughs>、おい,いやこ,これさ、さらにさ、のその2021年から、うん、昼食休憩、夕食休憩を含む対局中の外食を禁止してる、うんうん、外で勝手にチェックしするかもしれんから、手を全部チェックするかもしれんか3月のライオンって将棋やけどさ、うん、あれの場合はなんかこう止めて昼休憩で外ご飯食べるとかさ、藤井、うん カツ丼とか。そうそうでしょそう。あれも食べるやんか。あれもなしなんでしょなんかもう楽しみなんもないよね。もうずっと、ずっと出ないやつって。みんなが見えるところで食えよみたいな。監視さえない。AI の帽子で。AI の帽子で。すごい時代になりましたね。マクさん、一だけいいはい。どこにマーケティングがあるのいやいや、これさ、俺があまりにも面白すぎて、取り上げたくて仕方なくて取り上げたニュース。 <laughs> いやこういうことしてるからだからさ、もう役に立たない、本当に役に立たないマーケティングラジオって名前で言わなあかんかもしれん。もうすぐ2周年って<も> <laughs>。AI に対して期待はね、なんかいろんなところでな、なんかなんかいろいろと間違ってるような気がするけど、<laughs> どうなんでしょうね。うねいやでも、一つさんちゃんと取り上げてくれたけど、この辺のだから話するとまた長くなっちゃうかもしれないけどさ、やっぱりその AI って考えたときにさ、うん、なんかその AI が完璧であるかのようにこう考える人が多いわけじゃないだけど、本当そうじゃなくて。 <laughs> でも本当そうじゃなくて、そ,のそこにどういうデータを入れるかってことと、どういうデータを取り出したいかっていう、これがないとね、AI って本当はアホですよっていうね。多分先週ぐらいにもその話したような気がするんだけど。毎回してる、毎週。そ,うそ,うそ,うそこは気をつけましょうねって話ではあるんですけどね。やっぱ FFA が見すぎやで、みんな。おじいちゃんたちみんな。なんでもかんでもね、別にそんなすぐできるわけじゃないよっていう話なわけなんですけどね。<う>ということでね、今週は、ちょっと。 1>, 1周年を迎える週なんですけれども、ま。マーケティング、マーケティングは。<laughs> ちょっと今日はお遊びみたいなネタをしま、ね。だから今、今後さ、そのライブ配信をね、その深夜日曜日に深夜ラジオの感覚でやっていきましょうっていうふうにまあ予定してるんですけど、うん、誰もコメントしてくれないと思ってるんですよ、基本的には。<laughs> でも マーケティングどこ行ったみたいなコメントは来るんじゃないかなって、ちょっとワクワクします。あ、そういうこと <laughs> お前。マーケティングのこと話せよっつって。そ<う>外れたときにはコメントが来ちゃうのね。そう基本的には,には対応、対応しないけれども、コメントは開放しといて。<laughs> いだてすもち <laughs>、えー、ろん、マーケティングの話、言ますよ、ね。はい。今後はちょっと、はいまあ、明,日,明日、明後日、明後日、ちゃんとマーケティングの話をしていきま,ましょう。はい。あ皆さんあの、それでね、今日ちょっと最後30分前告知があるんですけど、10月1日は、うん 1>, えー、1周年を迎えるわけです、このラジオがね。うん、で、我々あの、ライブ配信をします。ライブ配信、10時から。<laughs> 夜の10時からね、皆さん。10月1日金曜日、10時からです。<笑><笑>何聞いてくれんやろ <laughs>。分からんない。やってみましょう。う今日は以上です。あ,<ー>ありがとうございました。また明日。本当に聞いてくれるのかなということで。 以後のニュースでございましたがポッドキャストの皆さんは引き続きね僕らのなんかね YouTube もねダダダウウウ僕配信するんでちょっとマークさん繋いといてはいお願いいたします <laughs> もうさ YouTube <laughs> YouTube に行ける人さ何これみたいないや今からちょっと繋ぐんでって言っていや編集せえよって話だからね YouTube ってさもう編集しないと聞いてもらえないんですよそもそもですけどタイトルとかのテロップが出るとか あるいは無駄なところがちゃんとカットされて、うん、え次に、のネタにすぐ行くとかね、結構そういうの重視されてるよね。中田さんのあの YouTube 大学とかもそうだけどもさ、ね、サク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 行くわけじゃない。そうそうそう、大事。大事大事真逆、真逆。大<事> <laughs> テロップすら何もついてないからね。だから映像だけ見てる人が死んでれこれ、こっちらは何してるんやろうってうこういうふうにこで動かしてるから何してるんやろうってね見てる人はいいしに大丈夫、安心してくれあ、そう,そうそう。 ポッドキャストの人に聞きたい。ポッドキャストのために話そうに、うん。ポ<れ>ッドキャストね<日>皆さん、どうですかね ?3 本目は僕の方ですかねおー、次行きますかはいはいはい、行きましょう。次のニュースはハイブリッド職場の話ですね。めちゃ硬いし、あの内容別に全部読んでるわけじゃないっていうね。頑張るわ。頑張ってついていくわ。はい、じゃあ行きまーす。はい。3、2、1。 いやたたいマーケティングラジオプロデューーーサのマジです皆さんこんこにちはマーケティング教えておりますマークです。よろしくお願いいたします。ますあのさ、マーケティング教えております、はい、マークですって話するじゃん。俺よくいつも挨拶でさ、うんうん、もうさ、昨日の以後の話とかね、振り返ってみるとね、マーケティング教えておりますって言わん方がええんじゃないかっていうふうになんか最近思ってきたのよ。 真面目にさ、マーケティングの時、話す会、たまにあるやん。ほんまに、ほんまにずーっとマーケティングの話をしてる時もあるわけじゃん。これ最近、一人でさ、話す会もあったわけですけど、その時もなんかね、無駄な話、一切せず,ずっとマーケティングの話してるわけですよ。一人やったらね、意外と真面目になるんですよ。そう。2>, 2人集まるとさ、無理やねんうどうでもいいこと喋っちゃがちなんだよね。うん だってこれ申し訳ないですけども日,日曜日の深夜におじさん二人が喋ってるだけやからねこれ <laughs> 言うとすけど <laughs> 一応マーケティングなししとるわちょっとぐらいで。ちょっとぐらいは,っ,らいはっていうところで真剣に行きたいと思いますはい行きましょうお願いします、はい、今日のニュースは何でしょうかは,はい分かると思うんですけどハーバードビジネスレビュー硬いとこから持ってきましたなハ <laughs> イブリッドな職場で従業員の記録意識を高める方法 組織とリーダーが乗り越えるべき3つの課題っていうところですね。そうね。まあ,あの、ハーバードビジネスレビューさんだからこういうことになりますよね。どういうニュースですかちょっと概要話してください。 えー、オフィス勤務とリモートワークが混在するハイブリッドな職場では、うん、従業員が柔軟に働ける仕組みを構築することが欠かせないただしそれだけでは規則意識が低下し、ね、パフォーマンスの低下やバーンアウトに直結するリスクがある本校では従業員の規則意識を高め自分たちの仕事に意味を見出してもらうために組織とリーダーが乗り越えるべき3つの課題を紹介するっていう課題やつです、うん、<laughs> 読んだだけやん。課題は読んだだけやないですかだだ、まあ、でもなんかほらオフィス勤務とさリモートワーク今混在してる企業多いですよね。 言うてもね、100%リモートってわけでもないし、オフィス勤務100%ってこともまあないんだと思いますし、今後もなんかね、リモートでやっぱりやり続けるって会社も多いわけですけれども、どうなんだろう、ここでいうその帰属意識とか、パフォーマンスが低下しちゃうって、どういうことなんでしょうね。えっとね、最近だと、マイクロソフトか、マイクロソフトのニュースとか出てたんですけど、生産性が落ちて、大変だっていうニュースだったんですよ。 確かにと思って、マイクロソフトでも生産性が落ちたんだっていうのをなんか論文で検証した結果みたいなのが出てるんですよ。マジかよと思って、ね業績を調べたらめっちゃ業績伸びてる。いろいろな要因があるんじゃないのだってほら、チームが普及したりとかさ、うんリモートワークのせいというかさ、リモートワークで導入する企業が増えたでしょうしね。 うん、で生産性が落ちたって言って、業績バーン伸びてるから、うん、これで出てくる答えとしては、レイオフやんか。うんうん、まあまあ、だから、不良社員をどんどん切っていくってことね <laughs> <laughs>、うん。おそらく。そのオフをそのまま逆しただけですけれども。もそう。どうなんだろう、でも、効率をさ、追求したときにさ、にねうん、まあ僕なんかもそうだけどさ、まあリモート多いわけですよ、実際問題。そうですね。うん。 倍ぐらいいい増えたよでも倍倍でめばいいけどね本当に今までだったら,ら今までだったらさ、うん、移動時間とかも当然あるじゃないお客さんとこ当然行かないといけないからだからその間の30分間とか1時間っていうのは必ずバッファーが捉えてたわけでまあまあミーティング本当に連続してるなとかお客さんとこすごい回ってるなと思ってもまあ言うても4社ぐらいなわけですよ多い方ですね4社,4社でも結構多い方、うん、そう、うん だけど今、ミーティング12本とか入ってるから、1日あ。ある。<laughs> マジで12秒。<部>これ持ってるわけじゃないんですよ。ライブ6本みたいなね。ほうほう。う本当に、ね。で、ミーティングとミーティングの間ってさ、1分とか、マにターは三30秒ぐらいしか時間がないんですよ。なんか、ありがとうございましたー。しありがとうございましたーって切ったら、すぐに別のズームを開いて、 あ、どうもすみません。ちょっと遅れてしまいましたーって。いう感じで <laughs> そうそ、ね、え、いつ休んでるんだってあるけど、これは効率が上がってるんだろうか、下がってるんだろうか。マジンさん的たらどうなんでしょう、これ。ミーティングも含めた効率はすごい上がってるような気もするけど、作業効率上がってるけどね。 どうなんでしょうね。その、だ、うん、から、かオーラみたいな、その、情報を取り扱ってる人材の場合は、効率は上がってると思うんですよ。うん、でも、マテリアルを取り扱ってる人は、やっぱ、難しいでしょうね、うん、まだまだ。今回、うん、その、そのオフィス勤務とリモートワークっていうのは、本当に情報だけだと思うんで、うん、ら僕らは、あの、もう、バーンアウトします、そろそろ。一度してるけどね、多分ね。<laughs> それはら <laughs>、バーントしちゃうのは、 燃え尽き証拠軍ってやつね。<laughs> なんだけどあの <laughs> それはミーティングが多すぎて、うん、ああミーティング終わったーってなってるだけだから一日の終わりに。うん、しかも夜の十二時とか十一時ぐらいまでミーティングやってるからさ。ね、そこでさ資料作成とかもあるわけよ。いやあんまり地獄のようなね日々を過ごしてますけれども。いやプロジェクト自体の進め方でいくとめちゃめちゃ良くなってない。正直なところ。そのさ先週さあのミロの紹介したじゃない。 見ろんそう。あれが、やっぱりね、効率をやっぱ上げてるわけですね。だから、作業効率自体はね、全然変わってない。俺<う>自身はね。作業効率もそうだけど、その情報の共有の効率を上げた方法が1個だけ僕あって、お何でしょうクイックミーティングをやってるんですよ。うん、だから、1週間に1回1時間のミーティングだったものを、1週間に2回30分のミーティングに変えると、うんうんうん プロジェクト進行的にはめっちゃ早くなるだるるんよあわわかか俺もっと言うなら1日10分でいいからラップアップするミーティングとかを結構持つようにしてるんだけどそれねすっごいすごい効率でも良くなるよ超効率よねでもまあ確かにでもねあのメンバーの子が言ってたのよこれはやっぱり集まった方がいいって言ってたのがあってそれはやっぱりそのみんなでああだこうだっていうふうにちょっと相談したい時 うん、その時に誰も周りにいないっていうのは結構しんどくてちょっと声かけていいものなのか悪いものなのかが分かりづらいからリモートの場合はね、うん、だからちょっとねあのやっぱり実際オフェンスいる方が効率がいいとは言ってたでで、ね、これは、ね、んかいろんなチームを見てて思うのはううある程度自己完結できる熟練度の高い人は確実に生産性上がってるのよ。 だけど、例えば新卒さんとかもそうだったりとか、意識、ね、的にフォローしてあげないような人、うん、でその人が悪いっていうわけじゃなくて、立場的にどうしてもさ、あの社内の情報を不安う分からないとかっていうのもある。例えば、変な話、俺もさ、あの4月にさ、別の会社に新しくちょっと行ったわけじゃないそうで,す、ね、で、そのタイミングで、その会そう。<A. S 1> つまり、自分で言うのはちょっとおかしいかもしれないけど、社会人的スキルとか、いろんな経験値とかはすごい高いんだけど、その会社のことが1ミリも分からんから、 俺、その時だけは、もうずっもうみんな出社してほしいって、マジで思った。あ<ー>あのどの情報をどこにから取っていいかが分からへんから、俺は確かにあるかも。で、それで言うなら、それ、会社が悪いと俺は思ってるんだけど、そういう状況になさせてしまってる会社やっぱり悪くて、そこはね、会社側がしっかりと、どこの情報がどこにあるのかっていうこととか、どういうふうに情報連携を取るかは、やっぱりしっかりとあの管理管理するというか、あの仕組みを作らないといけないんだろうなっていうのは、その時すごい思いました。 特にその会社はあんまりその情報自体をちゃんと取り扱ってなかったからこそ、既存社員は多分それでね、良<や>かったんだけど、新参者も結構死んどかっ日本企業そんなもんやと思うけどね。うん、なんか、あのノウハウを貯めるみたいなことって、一時期流行ったのが無事グラムなんですよね。はい、はい 無印良品がそのマニュアルを大量に作って、で右に習えってことで、日本人やからその看板方式に作るのは次はマニュアルだみたいなので、大量に作ったけど、誰も生かしてないし、うん、あれはあのオペレーションとして繰り返し使えるルーティンだからこそできることばかりだって、うん、かこう生産性を上げるため想像力を持たせるみたいなんで、全然当てはまらないから、まあトロで終わってると。で そういった意味で言うと、僕も7月にこうサラリーの方では転職してるんですけど、うんまあ、情報が固まってたかで言うと、やっぱ固まってはなくて、うんまあじ、自分自身のなんかの能力とかスキルとかで、まあ、今、いま、うん、だにこう戦ってるとう。別にそれは本当に、マークさんさっき言ったように、あの完結的に人材は特に問題ないんだろうなと思うんですけど、やっぱり新卒っていうところで言うと厳しくなっていくんで、うん、あれば、新卒いらないよねってなれないかな。だだから経験値だけ 買うううんだっったらそうなっちゃうよね、うん、だから難しいだ、ね、中小企業では絶対いらないし大企業でもそんな余裕がなくなってくるんだったらどんどん新卒の場所っていうのはなくなってくるのかもしれないよね。うんまあ、あとはそのグループで働かないからこう、うん、一匹狼的なことが別に苦じゃない人とかフリーランスに慣れてる人なんかは帰属意識も何もなくて、まあ、仕事っていうものでつながるんだけどもともと組織の中でこう人と人といとかランチ食べに行きましょうかって言った人からすると。 ちょっとやっぱ貴族意識的なものは薄れちゃうかもしれないね。でま、まさにあのいろいろとこうチップスみたいなのが入ってたと思うんですけども、その部分を難しく書いてあるのがこのハーバードビジネステレビューなので、うん、もし興味あればこのニュースを見てもらえれば <laughs> あ,のありますんで、はい。<laughs> 説明人のるのかいだ。はい、はい、ということで、今日は以上ですね。はい、バイバイ。説明するとめちゃくちゃ難しいね。 まあえー、言葉が固くてあとその専門用語が多いんですよねハーバードビジネスレビュー選ぶからやんか <laughs> 見てこのさ「貴族意識」「ビロンギング」っていうんで <laughs> 貴族意識言うとけ <laughs> 自分のアイデンティティの重要な側面を表現できるという感覚をってい,ういやいやいや,いや,いや,いやより高いエンゲージメントやウェルビーイングを経験するとかで全部バンアウトかっこ燃え尽き症候群とか最初から燃え尽き症候群って書いとけゃいいのな 書かないやんって言うけどそもそもこれ全部全文英語やねん日本語に書いてるだけだそうかにそうですそれだけやねんそうですわてまあでもなんか考えるきっかけにはなるよねこういう記事って特にこう管理者とかやってらっしゃる方からしてみたらさ確かに帰属意識ってすごい難しい問題でさ自分も経験があるけど自分の場合は まあそのヤフーって一社しか勤めてなくてその後すぐ独立しちゃったから何社経験してるわけじゃないけどさどうやってもヤフーに8年ぐらいいて8年間出社したりとか仲間で仕事をするっていうことから初めて脱却した時にえ「えずっと家にいるんだ」とか「あれ誰も就業・修行を管理しないぞ」っていうあの感覚ってね最初はねすごい違和感がやっぱりあったし。わわかかるかる それはね、もうなんかずーっとそういうことやってるともう慣れてるんだけど、だからこういうコロナ禍において初めてそれした人って結構俺の中、まあ俺が思うに最初とやっぱ戸惑ったと思うよ。特に20年間とかさ、ずっと本当にリモートなんかしてなかった人からしてみたら余計やと思うよな。うん、たまにさ、ほら、小学校とかもそうだったけど、昼、一日休んでさ、昼外に出たらなんかすごい俺は悪いことしてるぜみたいな感覚があったじゃない。 なんか多分それに近い感じかなっていうのをすごいあの思いますね。いや。っていう感じで、あの、マジーさんがあのセットしてる間に俺があ、よくわかったね。全然聞いてなかった。<laughs> <laughs> そうそう。あの聞いてても聞いてなくて、うんうんって合図土を打てるような感じの話をしてましたね。うんうんうん。聞いてくれる感じで言ってくれれば全然 OK ですという。 これだけさ、長く一緒にさ、いろんなことやってる人さ、一年前に <laughs> 一緒にやってる人さ、分かってくるんだよ、だんだん。<laughs> よくさ、本当に。毎週毎週、喋ってるだけやからね、本当に。いや本当よ。してるわけだから、うま毎回毎回ダラダラダラだと、本当にもう。<laughs> ということでね、次ね、行きましょうね。デジデーさんから今回ね、やっていきたいと思います。今 <Okay. S 1> 時の、ああ、これは、エゴイシー流しからしましょうね。いいはい。あ、画面共有教室の中。 よろしく。これ、忙しくなったな、これな。見たあっ。<laughs> ほい、ほいほい。はい、行きまーす。はい、行きましょう。2>, 2、1。y o u r p a マーケティングラジオ。プロデューサーのマジーです。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております、マークです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。なんかあったの今日ちょっとかっこいい目にし,ててしたので。 やっぱちょっとあの、たまに入る銀河英雄伝説に出す、ね。<laughs> 銀英伝ね、えー今日。たまたまさ、あの銀英伝の小説を、こう、段<お>ボールに入れたのよ。おーあーあのお<ー>来月引っ越しするからさ、俺。ああ、そうだね、言ってたね。そう,そうそうそう。だから、あの入れた瞬間に、あっ、これはまた、マーケティングラジオで銀英伝の話して仲間。まあね、一時期さ、すごく銀英伝の話をしてた時期がありましたね、たそういえばね。 どんだけ銀英伝が好きなんだっていうふうにこうね思われてて、YouTube 聞いてる人とか、とね、ポッドキャスト聞いてる人何の話やっちゃう人もいるのかもしれないけどね、ここ最近あんまり銀英でネタしてないから、銀が ANS 大好きなんですよ、すよね、僕もアジーさんもね。 今日はこのニュースのネタに対して銀栄連を挟み込めるかどうかっていうゲームを僕の中で今からやるんでやってみましょう。ということでニュース自体は、ね、普通のニュースです。えーうん、今日はですねデジデーさんからニュースを取ってきているんですけれども、うんえー、タイトル読んでみましょう「今どきの営業職には創造性と共感力が求められているやりがいのある環境づくりよ」ということで、うんえー、ニュースを持ってきております。うん <laughs> まあ、うう要は、営業まで営業してりゃええっちゅう話じゃないですよっていう話ですよね。何が必要なんですかええー、柔軟性とここには書いてるんですけれども、<ー>ここでね、なんか創造性と共感力っていうのは、まあ、いわゆるこうクライアントに対してこう創造性を働かせなさいとか、共感力を持ちなさいっていう話なんだけれども、うん、これつまり、クライアントのことをもっとよく理解しなさいよっていうことを言っているわけで、つまりは、 まあ俺の得意はこ,これはマーケティングってものをですね、営業職こそやっぱり身につける時代が来たんじゃないかというそんな話です。これまさにですね、はいあのゴールデンバーン盲腸とローエングラム盲腸の違いです。はい、<laughs> ちょっと解説して。ゴールデンバーン盲腸は完全に貴族社会で、 <で>ゴールデンバーモーチョっていうのは、いわゆるなんかドイツ帝国とかをね、模したような、いわゆるこう皇帝っていうのがいて、そこの下にいろいろ軍隊がね、いっぱい組織されているっていう、うま、これ、あれでしょう、紀が,が英雄伝説のアニメの話でしょ、これね、皆さん一応言っときますけどね、<laughs> はいそれで。紀藤がね、こう、完全に利権をものにして、で生産性を高めるってことはせずにですね、基本的には搾取搾取の状態で。はい はい、正解しているっていうのが、まあ、本当に想像力とか共感力というのをもう削除、うんえと、削除しているわけですねで。そこに現れた、彗星のごとくで現れたラインハルト・フォン・ローエングラムが、はい、こうバッタバッタとこう貴族を倒して、ですね最終的にはローエングラム王朝っていうのを作るんですけど、うん、ここで求められているのが柔軟性、うん、創造性、共感力、この辺りがですね、うん、ローエングラム王朝のっ、えーとまあ、兵士、下部組織全員がです、ね、持ってるっていうで。この中で我々が大好きなのが、えー、ロイエンタールだったりだとか。 ええー、シティが話し,話し始めた。はい、<laughs> まあまあ、そうね。えー、まあ、あの、つまり、ここが何を言いたいかと言いますと、はい、まあ、その想像力とか、まあ、その共感力って、確かにやっぱり重要で、まあ、先ほどアニメの話じゃないですけど、うん、まあ、その貴族が、まあ、民衆苦しめてて、そんなもうなんか、そういう階層ってありだろ、当たり前やろと。愚民を働けと、俺ら特権階級は。 あそんなあの人生をお歌するぞってやってたわけですけど彼らはこの民衆の気持ちを分からずにですね、まあ、抑圧しまくってたわけですね。プロダクトアウトですよそ,うそ,うそしたらなんかその、まあ、主人公のね、えー、ラインハルトさんっていらっしゃるんですけれども、まあ、その人がいやいやも,もっと民衆の気持ちも分からなあかんやのということでやってみたら。 民衆に称賛されて、うん、まあ、最初に皇帝まで上がっていくって話なんですけれども、ここで言いたいなは、もう一戻ると何を言いたかったかっていうと、う営業はやっぱり顧客のことをちゃんと理解、うん、するような、うん、マーケティングってものをやっぱり理解して、営業すべきだという話なんですね。では、プロジット。<laughs> プロジットって、まあ、もう言うのやめよう。解 <laughs> 説するのやめよう,う。ということでね。 いやいやでもこれ真面目な話さあ,<っ>あのやっぱり営業ってもの売ったら一え話じゃなくてやっぱりこう提案型の営業とかこうコンサル型の営業っていうものがやっぱりこう見直されてるわけだし特にこうコロナ禍になった時にこう営業ってやっぱすごいやりにくい環境があるわけじゃないですかや、ねうんまあ、るとそう,そう人間力とかだけではやっぱりね勝てないと思うんですよねそうなってくるとうん、うん、つまりそのズームをさ で商談するときに終わったらもうブジッとそば切れちゃうわけじゃん。だけど、うん、普,通普段の営業のときって。 あ,あ終わりましたねで終わるわけじゃなくて、うんね、じゃあエレベーターまで行きましょうかとかっていう<ー>その <laughs> し,ょしょうもないなんかその1分とか2分なんだけどその中でいやーそうそう今度ねーとかご飯でも行きましょうかみたいな話になったりとかボタンをどっちが押すねんとかエレベーターをどっちがと押さえんねんみたいなそういえばお子さん生まれましたねみたいなお話とか<ー>結構ねその,その雑談が結局ね人間力をこう上げてってたわけなんですよね。 やっぱりそれができなくなってくるとる、ね、この対面営業っていうのがやっぱりどうしてもしんどくなってくるのでであればより顧客のことをもっと理解するような本質的なものとかこう想像力のある提案例えば提案とかですね、まあ、そういうことが求められますよということなわけで,でやっぱそういうのをやっていく上では別にマーケティングが別に万能学問とは思わないんですけど顧客のことを正しく理解しようとしたりとかよりその顧客のインサイトを理解しようっていうような、うんうん まあ学問でもあるわけでね、マーケティングっていうのは。あ,あとはその、ここ重要かなと僕は思って。け行して、平、うん、行して現れたのが s a ズ s モデルとかですね。うん、はいはいはい。その、営業マンが売り切りで商品を売っていた時代が、うんまあ、長く続いてたんですけども、うんと、提供を続けなければならないっていうところがあって、一発パーンって売ってしまえば終わりっていう状況なの、うんうん、継続的に売り続けなきゃならないっていうのが、 今こうコロナ禍も合わせて入ってきているんで、やっぱりその創造性とか共感性、うん、共感力っていうのがないと、えー、継続できないってことは、やっぱマーケティング大事ですよねという形になってきているのかなとは思いますけどね。うんうん、やっぱ、あのー、ゴールデンロー、ね、ゴールデンバウムウォチョウはやっぱ継続性が、ね、やっぱなかったかなと思うんですよね。うん、まあ長いこと続いたっていうのは、やっぱりこう、ね、国と国と国うのは、その補保星と星の間。 相当遠かったから行けたかもしれないけども、うん、やっぱね、やっぱローエングラム王朝になった瞬間にね、こうすぐになんかもう、ね、なんやろうなの、シュワルトランテンレーターってのが、ね、めちゃくちゃ早かったですからね。ああいうところで、静観の戦いっていうのが、ね、やっぱあったのが、もうさ、言いたいだけやん、銀泳での話。シュワルトランテンレーターって言いたいだけやん。<laughs> 入れようかなと思ったときに今は今やとのししむしゃべって言われてる <laughs> ちょっとつ申しんいいんですよ雪う聞いてると分からんから <laughs> 1点減るとはいいんですよそう。いやでもいいですねなんかあのマーケティングってだからそういう意味で言うとまあ話で何回も何回もらくくドクド戻しますけどだからやっぱりなんかねその大事なんですよ ビジネスって自分のためにやってるわけじゃないから、商品って99.9%、99. 9 9セントぐらい自分以外の人のためのものにやるわけじゃないですか。だからやっぱり独りよがりなものっていうのはやっぱりどっかで廃れるような気がしてて、その見方とか多面性とか物事の考え方のありようとかね。 マーケティングってものでなんか学ばせてもらったっていうのもあるし、うん、まあ心理学とかそういうものに興味を持ったのも、まあ、やっぱりマーケティングの世界に入ってからっていうのもあるし、えー、人,人が何かをこう発した時に人がどういうふうに感じるのかってちょっと感じ方とかをずっと気にするわけですけどそうやってやっぱりウェブサイトを作るときにも、うん、じゃあその最初のトップページに何を置いてあげればどんな感覚こどんな感じになってくれるのかとか。 あるいはそのスクロールした理由は何,何によってスクロールしたのかとか、そういうことってやっぱずーっと考えるわけですけど、まあ、それってまさにマーケティング、そろそろさ、このマーケティングラジオのマーケティングも考えた方がいいんちゃう、うん、マーケティングラジオ自体をマーケティングするってことそう。は <laughs> い、いい、はい、プロダクトアウトやねいや、これはな、いいもマジさん、これは A の。うん 俺とマジが自分のすごい好きなことを喋ってたまにマーケティングのことを言う番組やから。マーケティングしてへんで、これ。<laughs> でもほら、何もマーケティングしてないけど、SEO 対策何もしてないけど、マーケティングラジオって検索したらうちらのやつ今2位に出てきてるから。もともと1位やった 1> ね。負けられ最近2位に落ちちゃったんだけどさ。クソッとか悔しがってたけどさ、2人でさ。でそれは何,何もやってないから2位になってるだけやから。<laughs> 気をつけて。うん、ということで、うん、こういうねくだらない人たちなんですけども、ライブ配信を、えっと、金曜日10月1日の10時から夜1 1時から始めますので、もしよろしければですね聞いていただければと思います。はい、ちょうどね、1周年ということでね、はい、ライブ配信します。明日バイバイ,、はい、バイバイ。本当に自分たちのマーケティングは一切せえへんからな。<laughs> ペルソナとか1ミリも考えてないからな。<laughs> 分か <laughs> らないのよね、なんかやっぱり、医者でも養生やから。ももうこれラジオのさ、深夜番組の,このノリで喋るのがいいのよ。うん、いいのよっていうか、別に、いいのよっていうかそのそ、それを目指してるから、そ, <coughs> それがおもろいという人が聞いてくだされ,ればね、いいんですけどね。実際、ほら先、先週ぐらいかな、コメント来てて、うん、実際、深夜ラジオのノリで聞いてますよみたいな、なんかさ、方もいらっしゃったわけですけれども、それでいいわけですね。 われでその程度ですよ次、えー、と次の放送、えー、とレコーディングが10月1日の回のレコーディングになるわけですけれども、<お>この,、ねこの,のね、10月1日というとね記念なんですよね。というのも1周年ということでね。ちょうど、ねうん、このラジオ、2020年の1月10月1日から始めたわけです。ねあのちょっと1周年経ちましたよ。何やかんやいけそうで、ん その時はねコねロナもあったんだけどちょっと対面でやってたんだよね。やってた。お酒飲みながらやってたよね。えー、<laughs> そうよ。本当に。全く。しかもさ、なんかあの時さ、未だだ覚えてるけどさ、酒を飲んでる時の方がめっちゃよう喋ってて、酒飲んでない回なんかさ、マジで全然マジが喋らんからさ、反応も悪いしさ、<laughs> え、ちょっと待ってみて、全然ラジオがスイスイ進まんねんけどって思いながら。 今も進んでないよ、全然。今は何どうなの酒を飲んでやってんの飲んでへんのん全く飲む。いや、でももう慣れてきないじゃん。さすがに1年もやったら。確かに。<laughs> 何せな感じで泣いてるわな。ということで、えー、ジングルやって、で一、一緒におめでとうってわーって祝いましょう。あそういうね、流れね。<う>はいはいはい。で、お祝いした後、ニュース読んで、で、今日の夜配信しますよっていう告知をしまして。 えー、画面共有しないとほら YouTube の人が YouTube だけで関係ない <laughs> YouTube、ね、しかもボイシーだけ音声だけ関係ない <laughs>、うん、このニュースやりますよっていう話ね、まあ、そんな中の段取りでじゃあやっていきたいと思いますはいちょっとポッドキャストを聞いてる人がちょっとなんか恥ずかしいよねいじゃあこういう段取り行くよとかってさ実際さはいとか今からやるわけだけどさ <laughs> やっとるやっとるみたいな感じだし詞とかも一ミリも感じひんけどね,ねもうねはい行きましょう、えっと、はいお願いします3二一 役に立たないマーケティングラジオ。ファーストアニバーサリー。プロデューサーのマジーです。皆さん、こんにちは。マーケティングを教えております、マークです。よっ !1 周年おめでとうございますパチ <laughs> パチ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 ということで、えー、マジーさん、はい、2020年10月1日から始めました、このラジオなんですけれども、はいはい、無事に1周年を迎えました。 ありがとうございます。ます 2>, 2年目突入でございます。二年目、二年目が3年目に、3年目が5年目に、5年目が10年目に。ありがとうございます。本当にね。昔はね、変なこともいっぱい喋ってたんですけど。違う違う違う,違うあの。そんなもう振り返るとか別にいらんねえけど、まあもう、なんで続けてたっていうところをね、<laughs> こう、ぜひ話したいんですけども、も維持も何もないし、ね、なんなら、あの、別にやらんでもええかぐらいのノリで毎週やってるって <laughs> 違うそうやひどすぎるやろ聞いてくれ,れ聞てくださってる人に聞いてくださってるひどすぎるでしょうが一生懸命ね聞いてくださってる人のために話してくだいオ定期的に遅れたりするやんか10時に <laughs> そうちょっと5分待ってとかね10分待ってとかね <laughs> あるよね意外とねあるあるある,ある,ある,あるそうたまに外から配信したりとかねあ、まあ、いろいろありましたけれどもそんなね弱小ラジオが1周年でもここの1年間数えてみたらねなんか 毎日、毎日ね、一人ずつぐらいとかのペースでリスナーがずーっと増え続けてるんですよ。<日>ありがたい話。だから、1000 <laughs> 人に行くまでにあと2年かかるんですよ。<laughs> このペースで行ったらね。<laughs> いや、でもほら、皆さんが鬼のように毎日シェアしてくださったら、これがまた1年後にはね、スペインに行きましたってどう,うかもしれない。マーケティングダイヤーケティングに顧客に強いる <laughs> <いや> <laughs> 全然マーケティングでもなんでもないそうそうそう,そう皆さんお願いしますーって言ってね土下座してるんだけど、ね、コ, <laughs> コメントよこせとかシェアよろしくかしかも自分らがマーケティングのことあんま話してもいない時まあ多いのになそうそう <laughs> マーケティングラジオとか出てるけどさ <laughs> ていうところこういう話はですね、今日の夜ですね、10時からライブ配信、YouTube の方で行いますので、ぜひぜひ聞きに来てください。もちろんですね、トラブルがあるかと思いますので、トラブルっていうのはですね、配信されないということがあるかと思いますけども、その辺はですね、多めに見ていただいて、あの毎週の配信だけを聞いていただければ幸いですので、よろしくお願いします。だから、こうちょっと1周年を懐かしむという感じで、ちょうど10時から1時間ぐらい話すのかなまあ ?10 分ぐらいでいいけどね、別に。 結果なんか1時間とか話しそうやな。まあということでね、でねとりあえずなんか10時ぐらいからやりますんで、んね、そうですそうです。はい、はい。ということで皆さんぜひ今日の夜遊びに来てください。はい、YouTube もしくは、どっかでやるのかな ?Twitter とかもありますかな、うん、っていう感じでやりますので是非是非、ぜひぜひ。 あの僕の方のツイッターとかマジさんのツイッターの方とかでも一応告知は出しますのでぜひ遊びに来てください、はい、ということで、いはい金曜日の今日のニュースいきましょうお願いします、はい。役に立たない食品ラジオ <laughs> はい、えー、でもね今日ねマーケティングなんですよ。インダルノワールがベーカリー参入記事から店内製造品揃ど約100種類以上 AI 活用し時短会計も。おいいですね。ねルノワールさん。 そうです僕ら大好き、銀座ルワールは、ベーカリーに参入する。うん、粉でパン生地を仕込むところから、作るスクラッチ製法を売りとするベーカリーの新ブランド、ベーカリー・日向を立ち上げ、17日に一5店、<ー>大宮大ヤ・オバンクお、我々の埼玉,市埼玉県。のグランドオープンした、埼玉市の方にですね。我々の埼玉県。 でまあ、外食にとどまらい需要の開拓が背景にあると見られるで最近、ですね本当に食パンとか、えっと、パン、小、ま、麦、ああの奴隷とかはです、ね、結構パンが注目されていてん結構です、ね、でこう面白い取り組みかなと思うんですけどもやっぱこういうのは高角化っていうよりかはどちらかというと本当新量体展開みたいな感じなんですけどもうどうですかね、こういうの興味ありますパンよやっぱりその これって一つはコロナの影響もあって、やっぱり飲食っていうところ、やっぱ結構痛手を組んでて、テ、うん、<laughs> イクアウトが主になってるってところも、まあ一つあるんだと思うんですよね、背景にはね、もちろん。わかるね。うん、俺も行ってるのも最近、本当に週末とかに息子とお前嫁連れてさ、あのパン買いに行こうよ、みたいなで。うん、いくつかの、いくつかのパン屋さんがあるんだけど、うん、行くもんね。大体、うん、同じような味付けんねんけどさ、うん、俺さ買,買いに行くとね、いやい,いですよね。うんうんうん、我らが ね、デイジーさんとかあんすよね、うん、ちなみにあの僕はルノワールではねよく頼むドリンクがあるんですよ。当てて当ててみてーとは別にもう言わんよもうこんな。こんなゲームしたところで誰もは興味ないから。クレムソーダ。クリームソーダ。ホットミルクをねいつも頼むんですよ <laughs> あ。コーヒー飲みなかったっけど、ね。ホットあコーヒー飲まれへんね苦いから。<laughs> 何のためのルノワール <laughs> でやでもさ。ミルクホット ホットミルクを出しててくれるお店って少ないよなんだけど<ー>温かいミルクが出てくるて、ね、ルノワールさんす晴らしくて毎回ルノワールで打ち合わせするときはあのホットミルクって言って店員さんが「度んってほにんほんんホットミルク?」みたいな。猫、ね、ちゃんかな猫ちゃんかなって思う、ね、<laughs> 一,回一回聞かれるんやけど。<え>ホットミルクでいいそすコーヒーであホットミルクでいい <laughs> はい、ホットミルクはとか言 思ったよりでっかいですからね、マークさんね。あの、<laughs> 別に小柄じゃないじゃないですか。173センチありますからね、身長。店員さんもね、こう、メモするときに、ホットミルクみたいな。一回,一回、一回<え>。いや、でもメニューにあるんやから、んっていう反応おかしくないっていつも思ってるんやけど。大好きなんですよ、ね、ホットミルク。ルノワルいいよね。あの、メロンソーダがあるのよ、メロンソーダが。あの、ちゃんと。昔ながら、ね、クリームソーダ。 うん、メロンクリームソーダがあるね。いいですね。あれがね、好き。だから、コメダコーヒーとかもメロンクリーム,クリームソーダあるから、うんね、いいよね。何人かで行くときは頼むね、一人のときはコーヒーやねんけど、逆やろって話じゃないけどさ、コメダはさあの、ココアとか頼むとさあの、ソフトクリームがものすごい高いの持ってきてくれるのよね。<laughs> え、これぜと絶対、落ちるやんか、コップから落ちるやんか <laughs> ってぐらいのすごい量のアイスクリームが上に乗ってるんですよ。 最高にね、素晴らしいんですけど。え、ここ <laughs> 何の話やっけ、これ。<laughs> <や> <laughs> ルノワールの新業態、ひなたさん、ひなた。マーケティングの話って言ってたけど、どういうこと、まあ、だからいいよね、その大宮に出店するっていうのがちょうどよくて、うん、やっぱその、ある程度の証券規模っていうか、結構大都市やからさ、埼玉市って割と。うん の割には、その地価がね、東京でちょっと安いから、うん、そテストマーケースするっていうすごいいいエリアなんですよね。あと、その自動車、ここね、自動車社会なんで、金車で来るっていうのを想定しながら、どのくらい売れるのかみたいなんで、そうですよね。持ち帰り需要っていうところを持って、これがね、またね、書いてあるんだよ。のこれ写真も、ちょっとニュース記事には写真も出てるんですけども、まあなんか駐車エリアも広そうな感じがしてね、見てこれ。うん、カレーパンやクリームパンの具材は自家製。 自分で作ったれられる <laughs> そ<う>素晴らしい自家製ってどこで作ってんやの店舗で作ってるのが実際これほんまに基本的な素材に関しては多分セントラルキッチンから送られてくるんやと思う,そう,いうことか,そういうことかただあのレンチンみたいなんかこう完全にこの分、うん、かる完全に包んでる状態で焼けばいいだけじゃなくて、うん、ちゃんと包むところからやるんだと思うの、ねうん、自家製っていうところだからわかんないけどもう一個手前かもしれないけどねちなみにあの 会計システム、これすごい、これトレイトレイ。トレイにパンいくつか載せてあるわけじゃん。トレイ上の複数のパンの値段と種類をカメラの AI で一括仕切り<た>ベーカリースキャンっていうのを導入する。あの噂の,のベーカリースキャン。そう。初めて聞いたブ。ブレイン社のね、ベーカリースキャン。ン初めて聞いたけど、ん <laughs> や、ベーカリースキャンって。だから、パッと値段が出てくるってやつやね、これね。<ー> でーンできるということでね。あと実際、店員が触らなくても済むから、対面時間とかも,、ね、も,も短くなってまする。QR 決済にしてしまえばさ、現金取り扱いなしでも、うと誰も触らずに自分でセルフで詰め込むまれすればさ、うん、もう絶対関わらなくて済むから。いやでも最近そういうさ、ローコストオペレーションみたいなやっぱ増えてきましたね。許容してるしね、お客さんの方があのよそれこそさ、あの予約。 あね、回転寿司とかもそうだけどさ、うん、もう予約して行って、でうん、もう空いてる席自動的にさ、ねうん、すーっとこう、なんていうのかな、レシートみたいに出てきて、もう案内とかせずに、はい、何番の席行ってくださいって勝手に指示出て、うんで、行って、でうん、もうた注文もせタッチパネル、ね、とかで頼んでさ、ね、まあ最近だと QR コードとかを、ね、読み込んで、スマホからも注文できたりもするんですけど、ね、クラら寿司はもう人通してないよね、<で>多分、ね。で、終わったらレジ行くっていうね。 頑張るでしょね、最後お会計に、ね、人がいるんですよね。でもさ、なんか俺、そのレジなんかもそうだけどさ、事前にさ、クレジットカード登録しておいたらさ、うん、勝手に食い終わったら、うん、そのまま出てっていいですみたいなシステムにしてくれたら、もうさらに早くなると思ってんのよ。なるんじゃない、そろそろ。え、ね、意外となんかその辺のさ、あの自動決済システムみたいなのってさ、まだなんか完結してないけどさ。続きはポッドキャストで。<あ>じゃあボイシー、また来週、バイバーイ。<laughs> いい ほんとさ話し始め寿司のネタになっちゃったから、ね、途中から確かにねちょっと時間途中まで見てたんだけど結構余裕あるわと思ってた結構余裕あるわっ寿司のネタ話し始めたら9分20秒ぐらいから、ね、や,ばいや,ばいやばいわちょっと俺ちょっと <laughs> さすがにストップウォッチみたいだった <laughs> <laughs> いやでもこの辺の会計がもっと自動的になればね <laughs> 俺かなりオペレーション的な楽になると思うんだよね だからアプリで予約してくれた人はもう空席になった瞬間にそのまま席に誘導されたりとかなんやかんやして何番の席行ってくださいというのは自動的に。でもそうそう予約はもうカード系で予約してるからカード予約してる場合そのまま出てきゃいいっていうねところもあるから早くそうなってほしいよな。そしたら店員さん、本当にいらなくなるよねホールの店員さんが片付けだけになっちゃうけどその片付けも自分で片付けてくださいって言えばいいんだもんな。 やらないお客さんもいるやろうから、絶対にさ、張り付いてる店員さんが一人は絶対いるんやろうけど。いやそ,そこでさそ、その場合に起きてくるのは、昨日のコモディティが発生したときに、じゃあ次、食品になってくるとかなり淘汰されそうだね。うん。視野でも。やっぱさ、全然味違う。まあ、俺もしたばかりが全然違うなとは思ってて。うん ここの寿司屋でなんかだからかなりなんかこういい店悪い店がなんか一気に出てきそうな気がするなこれでもなんかねあの先週かな函館行ったんですよ、うん、先々週か先週か、うんうん、であの回転寿司屋に一応行ったのでも函館のさ回転寿司屋って本当にこれって高くて、うん、めちゃくちゃ本当にいいネタなのねちょっと値段も若干高めではあるが百100円とかで食えないんだけど、うん、で,もでも2人で食っても4000いかないぐらいって感じなんでいら、うん、へんなうん で今週、ちょっとたまたま回転寿司行く機会があったから、ううもうねえ、全然味ちゃうやんと思って、さすがにそのさ、先週と今週やから、味覚えてるわけで、はい,はいはいはい。はいると、えこんなだったっけっていうぐらい、もうネタのね、鮮度もやっぱ悪くて、泣いた。<laughs> 北海道っすね。マジで北海道っ<や>すなんかね。 箱て北海道のニュースであったんやけど、うん、どこやったかな、うん、新幹線かな新幹線輸送で北海道のものを直送するみたいなんで、なんかそういうお弁当が発売されるみたいなニュースをなんかそれを選ぶかこれを選ぶかになっでたまさに。ああ、そういうことやっぱ北海道で町はうま,いよってう,うまいよ。本当海鮮もの、まあ。海沿いの町って大体たい,いしいんだけどね、もちろんね。うん だけど、まあ、あ飛び切りうまいんだよな、なんかうう。も北海道もうまいけどね、やっぱり富山はうまいよ、富山。みんなで富山行きたい、本当に。富山富山の節がね、めちゃくちゃうまいが。もうそう、ちょっと俺いったこと、ねうん、日本海側がいいのかな、やっぱりな。いいい函館ってなんかさ、微妙な位置じゃん。日本海とも言わない、太平洋とも言わない、なんかおオほ,ほほつくではない、ちょうどそのエリアにあるからさ。うん、ただ、ど,どっちもけるんすごいかがね、いかがそうい有名だけどね。 猫てさんは。いや、でも日本海側は多分いいんじゃないやっぱり。微心かな,ぁ全くかない太平洋側のなんかいい、なんか広すぎるからな、いろんな魚多いよね。日本海側はそんな意味で適当やな、俺も。全然地方の。高でもカツを取れるとかあるけどな。<は>ちょうど10月の今頃が、あ,ね、あの、秋の頃の。太平洋側はやっぱりマグロが多いんじゃないそういう。そうなのかな赤身というか。養殖がでも多いんじゃない違うのなんか天然マグロってなかなかそんな余計取れないよね。 そういうでもろ、ねね、山口のねブリとかめちゃくちゃうまいそれと大分もさ太平洋側だけど、あの、うん、あれ、フグとかもすごい有名じゃん。あそう山口もね、そうあとタイは<口>タ,タ,タイ、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 半端ない。タイ魚ばっかりな。いや美味しいね。結局魚うまい、ね。ね、何の話してこれ何の話してこれ <laughs> ポッドキャストで何の話をしとるん、ね、や。<laughs> YouTube で我々は何の話をしとるん、ね、や。<laughs> しかももう画面も閉じてるから、ただおっさんタワーごと。ということでね。まあ、はい、ということでね。ちょっとちゃんとライブ配信を。な感じで、閉じていきますからね。はい、じゃあ、ね、マジで YouTube ライブ配信したらどれぐらいて来てくださいのそう変って。いや、なんかほら、一瞬来て一瞬去るみたいな感じだじゃん。そうそうそう。だからな,なんかね、痛みが。がすごいことになってるの、こな。<laughs> 基本離脱,ないの離脱率パーみたいな <laughs>、うん、でもそれでも気にしないだってなぜなら俺らが求めてるのはチャンネル登録者数はただただ喋ってるおっさん2人のやつをなんか余ってるからって言って配信するだけなんでコメントはね何気にさコメントってさなんかよく分かんないけど勇気を得るんだよな毎回。 あだから、ライブだからこそ、なんか、どうでもいいコメントしてくれると、なんか、助かるし、深夜、深夜日曜日、この時間帯、暇やろ。仕事行きたくないな、みたいなんでさ、くだらないニュースか。うん、だからちょっと、ちょっと、布団に入ってがてら寝ながら、みたいな感じなんだよな。うんで、夜やったら YouTube ではさ、Wi-Fi 繋がってるから別にね、うん、パケットすることもないし、うん。マジさん、ニュースです、はい。はい、ニュースです。 うん、役に立たないマーケティングラジオの YouTube チャンネル登録者が3人になってます。あ,あ、誰か増えた <laughs>。絶対に身内。絶対にだ、ね、俺がさっきツイートしたから絶対身内や。絶対に身内やけど、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。とうとう、僕らが深夜の夜にどういう感じでやってるのかっていうのがバレちゃいますね。<laughs> 画面でね、画面越しでね、見えますか、ね。はい、じゃあまた頑張っていきましょう。あ,<ー>ありがとうございました。たバイバイ。